のフロネイルの同期、私の同期の大空昴って子がいるんだけど、 SM 見たいってずっと言ってて、アクアなんかおすすめのアニメないのって。まあ私が好きなアニメっつったらやっぱ SAO かなって言って、 SAO をね勧めたのよ。めっちゃおもろいよって、え見たい見たいみたいな。あそれからちょっと経って、おかゆとね、猫又おかゆっていうコロライブ所属の子がいるんだけど、おかゆとはコードギアス一緒に見てんだけど、スバルと SAO 見るってなったんだけどね、本当は昨日見る予定だったんだけど、スバちゃんがね疲れて寝ちゃったもんで、まだ見れてないのよ実は。みんながね、私の好きなアニメ見ようって言ってくれるんだよね。みんな私のこと好きすぎじゃない？なんか2021年私モテ期な気がするんだよね、ぶっちゃけ。モテ期だと思う。モテ期来ちゃったかな？え、こうガチ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 。え、だって、おかゆもギアス見たいって、私の好きなギアス、ほんと見たいって言ってくれるし、スバルも、アクアがそんな SAOをマジでおすすめするんだったらマジで見たい、一緒に見ようって言ってくれたし、しかも、またこれ同期の、ナキラやめっていう子がいるんだけど、ライブ終わって、お家帰って、もうちょっと経った後に、もうアクちゃん、ほんとに、ライブ超アイドルしてた。マジでよかった、みたいなチャットを送られてきて、あれ、私マジモテ期来てんのかって思ったからね。本気で。本気のモテ期を感じます。どうするみんな。私選べないよ、そんなみんな。みんなそれぞれだっていいとこあるしさ。そんな、私選べないってば。どうしよう。みんな私のこと好きすぎだな。キリトじゃん。みんな私をめぐってさ、争ってくんないかな。私のいないところで、私の話で盛り上がってほしい。誰が本当の妻なのか。Hehehe.